えー、ハッはっしーだよーん。中途半端な、ね、いい加減男、はっしーだよーん。コロンコロン、カランコロン、は <laughs> えー、医者の最新情報、え三、ー、つ目いきます。えー、結局、自分を救うのは自分だけ。えー、今日話したいこと全部まとめると、こういうことになります。ズバリ。 自分を救うのは自分だけ。これが結論。<laughs> 簡単。シンプル、えー。これもずっと前から言い続けてきました。アライアンスや創造主は新地球への扉を用意してくれましたが、その扉をくぐるかどうかは全てあなた次第です。<laughs> えー、まさに内観することで自分を救うことになります。これは決して人に代行してやってもらうことではないんです。全て自分でやる、うん。内観から逃げ続けると、どんどん知らないうちに変な人に騙され、やがて宗教のようなところに行くなど、どんどん闇へ向かっていきます。 要はね、他人軸だよ、他人軸。うん。もう人の言葉に一喜一憂すんだよ。う <laughs> ん内観することで自分自身を光で包んで、包んで、えーんでえー、それから逃げ続ければ闇になるのは当然です。うん、内観することで自分自身を光で包む。うん でそれをしない。えー、逆に、それからの、えー、逃げ続ければ闇になるのは当然。闇では、あなたは何もしなくても教、教祖様が守ってくれるよ。うん、地位を与えてくれるよ。と、罠が仕掛けられている。<laughs> そこで一度優越感や、えー、自己満足に浸ったりするのは、麻薬と同じであり、ね。目が覚めれば、気がつけば、 廃人とと化していきますともちろんそこであいつのせいで自分はと思い続ける限りずっとそこにとらわれ続けるということです。内観から逃げても必ず内観を必要とする状況まで神様、ね、創造主は、えー、気づかせのためにどんどん追いかけてきますと。と <laughs> そうなんだよ、本当に。うん、ねいいどんな場面があったところで、ね、あいつが悪い、そいつがいけない、こ,こんな上司がいなければ、ね、そうやってずーっとずーっとね、口にしてる。うん。ね、ゴシップを言う、愚痴を言う。で、これだけじゃダメだって言ってんだよ。いいかい 心の中まで、この、ね、つぶやきがなくなるまで、大掃除しろって言ってんだよ。ここだよ。口だけじゃないんだよ。心の中にあるネガティブな感情、五目を全部捨てろって言ってんだよ。吐き出せって。わかる僕あの、常々さ、あの、一週間の不平不満を言わないゲームやろうぜって。これは、 口をね、絶対にネガティブなこと、ね、不平不満、えー、心配、ね、恐怖、いろいろあるね、尖めの心とか、ね、そういったことを一切言っちゃいけないよっていう、口に出しちゃいけないよっていうゲーム。この一週間宿したって一週間できないんだよ、ほとんど。ほとんどできないんだよ。それなのに、今回大ちゃんが言ってるのは何それを心の中の部分まで、 心の会話だよ。心の中でムカつくな、イラッとするなとかさ、ふざけんなとかさ、許せねえとかって言ってる心の会話だよ。これを全部捨てろっつってんだよ。<laughs> これは厳しいぞ。<laughs> 簡単にはいかねえぞ。<laughs> なぜって。僕二十数年間かけてこれにずっと集中して向き合ってきてんだから、僕が。それで、今でさえ僕取れないんだから。今でさえ、これだけ僕集中して、毎日、 ずっとこのことしか考えてない僕でさえ取れないんだから <laughs> みんなだってねそんなにね1週間や10日や1ヶ月で取れるわけがないんだよ <laughs> これが本音だよ本音うんえー、っといくよ、えー、これは今回今回は次元上昇で選ばれなかった魂にとっても同じことが起きる決して自分に次々と不幸が舞い込んでくるのは あなたが行くべきなのはそっちではないぞという神かからの愛によよる気づかせだよと。なので今回のこの「次元上昇」は内観で軽くして次元上昇するのか幻想の世界にとらわれ続けるのかの選択であるということです。 えー、これがまあ大ちゃんの今日の、ね、熱い熱い、あのー、石屋の最新情報です。これがですよ。でもね、あの僕はすごくスッキリです。うん、なぜってね、今回の石屋のことなんていうのは、私たち人間の心の五目、ね、ネガティブな部分が今吹き出した。全員の集合意識が吹き出した。もうやってらんない。 もうふざけるなって。この状態が吹き出したから現象化されて、ね。いろんなことが起きてばれてんだよ。で、今、心の中に、もう、何とも言えない光が差し込んでんのこの魂。わかる暗い部分にライトが当てられたんだよ。だから、暗いところにこうやって隠れてた人が、こうやって堂々としてたのが、 光が当たったから見られてる。ああ、バレたって言って、こんななって、ああってなるじゃん。そんな感覚で闇の部分がこう照らされてんだよ。来るな、来るなって。で、そして自分もうしがみついてんだ、ね、よ、そこに。皆さんの魂に。これがエゴだったり自我だったりするんだよ。うん。このエゴとか自我っていうのはね、本当にね、取れねえんだよ、簡単なようで。でね、 エゴが何かすらがもうわかんないんだよ。わかるなんでもう一体者、一体化だから。もう生まれた時からそういうのがくっついてるから、わかんねえんだよ。これを剥がすのが大変なんだよ、これが。やればわかるけどで。それを僕何十人ってね、何,何百人って、ね、こう見てきて、こう、コーチしてるもんだからもうね、もうわかるんだよ。誰がどれぐらいね、こびりついてるかぐらい。うん。 目利,きがち目利きがついちゃったんだよ。うん。なんていうか、まあ、えー、と違って言い方すれば、さにわって言い方もあるけどさ、とにかくね、もう、もう、あの、魂の、その、セッションやると、もう、すぐ分かっちゃうんだよ、俺。<laughs> みんなごまかそうとすっけど、<laughs> 無理だよ。うん、全部、バレバレだよ。うん、だけど、いいもう一回、こう大事なこと言うけど、言っとくよ。 不干渉の法則があるから、僕はそれが分かったとしても、みんなにそういうね、ネガティブな部分が強い、語目が溜まってるって分かってても、僕からはもう言わないよ。うん、なぜってみんな自由意志があって、それをやりたくてやってっから。不幸を味わいたくて、うん。ね、ネガティブを味わいたくて、ね、ね、もうみんなあれだよ、もうちょっと話すとさ、ね、 もう過去の、あの、なんていうの、つらかったこと、悲しかったこと、いじめられたこと永遠と話すからね、みんな。永遠と。ストップ、ストップって言うまで。俺、ずっと黙って聞いてるけど。うん。ずっとだよ。ネガティブなことは、みんな、本当に、本当物語を作るさ、原作者みたいなもんだよ。ずっと喋れるんだから。それもさ、感情込めて。は当はだよ。 だけど、じゃあ、はい、ストップです。じゃ次に今度、未来に向かって希望、希望あること、ね、叶えたいことだけ、それだけ話してくださいって言ったら、んでも、すぐ、え、もうね、止まっちゃうんだ。いきなり止まっちゃうんだから。<laughs> 面白いよ。人間ってそんな風にできてんだよ。で、これは、ね、何度も言うよ。一つは、ね、 自分たちの責任、性じゃないっていうことをまず知ってよ。石屋によって生まれた瞬間からこのように育て上げられたんだよっていうこと。ネガティブに。ね。何をやってもネガティブ。人の性にする。人を咎める。もうそういう、ね、ふうに私たちは、ね、もう、 なんていうの,あの洗脳されたっていうか教育されたんだよ。だからこれが分かって気がついただけでも大儲けなんだよ。ただね気がついたからというのとこれを取り払うっていうことはまた別問題なんだよ別問題。ね。ということでえっ、ー、と何て言ったらいいかな僕今いろんな話を多次元的にいろいろ喋っちゃったけどね、うん。あの とにかく、ここ,こが、えー、一番あの言いたいこと。で、大ちゃんがこうやって、ね、ブログにあげたんだけど、僕も全く一緒なんだよ。一緒、うん。だから、一人でも多くの人、僕とご縁ができた人が、このネガティブな部分を捨て去る、五目を、えー、なあのこう吐き出す、この作業をやる、そのお手伝いを僕はする。うん ね、お金なんかでもいいから、うん、ただ、えー、本気にならないと僕は教えないよ本当に。うに、ん、本気で自分の人生変える自分の魂を向上させる本気で五次元の魂に行きたいって思う人だけ連絡くださいね本当だよ中途半端やだよもう中途半端だとさ 真剣に物事を言ったら、後で不平不満とか文句で帰ってきちゃうんだよ。橋本のやつはよ、とかって。<laughs> でね、これね、不思議なもんでね、僕に直接言わなくてもね、間接的に来るんだよ。あれ不思議だよ、本当に。本当に不思議だよ。本当に。風の頼りでね、必ず来るんだよ、これが。うん、まあ、ということで、医、え、者、ー、の最新情報の3つ目。ね えー、もう、えー、もう、これ以上のない、ね、テクラスをしました。もう、最高級、ね、のデクラスです。<laughs> 最高だぜ、大ちゃんイエーイ